ちゃんのゴルフ迷い人。かくちゃんのゴルフ迷い人。はい、どうぞ。はい、どうぞ。こんにちは、かくちゃんこと向井角道と言います。昭和12年生まれでございまして、85歳になりました。30歳からゴルフを始めて、もう55年ありまして、ただいま、はい、アプローチのお話を少ししたいと思います。アプローチっていうのは一番、僕はゴルフの中で一番難しいと思ってます。一本のクラブで距離を打ち分けるわけですから、非常に難しい。特にあの番手の一番下のクラブ、僕は一番下のクラブはサンドウィッチですが、これ56度です。これで、30ヤードって言ったら、メートルにしたら27メートルほどですか、30ヤード、50ヤードとか、60ヤード、70ヤード、こういう距離をですね、打ち分けていくわけですね。ですから、このクラブはですね、集中的に練習する必要が私はあると思います。他のクラブはですね、そのクラブがの飛ぶ距離を大体打てば正解なんですね。だからゴルフの練習はですね、全てアプローチに通ずるんじゃないかなというふうに思います。ちょっとやってみましょうかね。このクラブで打てばですね、大体70は飛んでくれます。で、71遍打ってみます。力を抜いて柔らかく、はい、打ちます。大体いったんじゃないでしょうか。ちょっと飛びすぎました。77ヤード飛びましたね。まあそういうことで、あとは自分 の, あの飛んだら飛びすぎたら飛びすぎたらたらんだらたらんだでパターでカバーせなしまいね。だいたい近くへ、だいたいでいいんですよ。ぴったりぴったりはいきませんよ。だいたいでいいんです。5、6メーターの近く、ピンの5、6メーターの近くまで行けば、それで、アマチュアの場合は OK。 まあ、次、打つのは60ヤード打ってみましょうかね。これいったですか。あ、68ヤードいきますな。8ヤードオーバーしました。まあそういうことで、プロでもなかなか行きまへんねんね。あのテレビに映ってる人は上位の人ですからね。次50ヤード打ってみましょうかね。力を抜いて、グリップの力を抜いて、肘の力も抜いて50ヤード。はい、打ちました。はい、転がっていきます。 46.4 ヤード。はい、だいたいいいですな。まあこんな具合でアプローチ、私は練習、まあ例えば100球打つ場合でしたら60球ぐらいはこのアプローチに時間を割きます。それでもなかなか本番になったらうまいこといかんのがゴルフですね。練習でうまくいくけども、なかなかうまいこといかんというのがアプローチだと思います。これ気持ちのいいもんですよ。はい、30ヤードうまいこといきました。はい、はい、30ヤードうまいこといきました。
まあ、こんな具合でございます。これからアプローチも含めて勉強していきたいと思います。これミドルアイアンと次はショートアイアンに引き継いでミドルアイアンということですが、ミドル どの辺をミドルというのかなというふうに思うんですが、だいたい9番から7番ぐらいがミドルアイアンかな。で8番アイアンちょっと打ってみましょうかね。これもグリップ柔らかくほんまに球を握っても割れない、そんな柔らかさですよ。で、肘手首、肩、みんな柔らかく、うにゃうにゃ。で、バックスイング、そんなにこうミドルアイアン、あんまり、これ直接グリーン狙うクラブですからね、あんまり力まんと、ハーフショットをするつもりで、正確に飛ばすっていうのが大事かなというふうに思います。では、打ってみます。で、アドレスするとき、一番初め、言いましたように、正しいアドレスをする方向もないんですね。大体間違うのが、みんな右向くんです。自然と。向いてくるんです、こういう。それを、やっぱりたまにチェックして、正しい方向になってるかというのを、胸、こう、クラブを置いて、方向をチェックするっていうのも大事かなというふうに思います。もう一つはボールの位置ね。でクラブによってですね、多少ボールの位置がですね少しずつ変わります。僕はクラブに合わせてボールが少しずつ移動していくのがいいかなという。短いのはショートアイアンはちょっと右足寄りです。ロングアイアンは少し左寄りです。で、高いボールを打ちたいときは、ボール1つないし2つ左側寄りますし、低いボールで攻める場合は、真ん中よりちょっと右かなというふうにもこうなるかと思います。ちょっと低いボールで振ってみましょうか。ちょっと右へ置きました。だいぶ低いですね。まあライン出しみたいな格好ですけれども、コースの狭いところとかね、こういうところを攻めるときにはこういう打ち方も練習しておかなあかんのちゃうかなと。で我々はよくねあるのが木の下へ行くやつです。木の下へ、それから木の下を抜かないか、こんなやつも練習しとかなあかんと思うね。それからちょっと大きめのクラブを短く持って木の下へ、こんな木の下へ入ったつもりで右へボールを置いて、体重は左足の方へ寄って、それでこういうスイングで出していくということも大事です。これ出すときに大事ですよ皆さん。木の下から出した、それで打ったボールが落ちて止まったところがまたバンカーとかね、また深いラフの中、向こう側の木の下とかね、こういうことになります。また損せないから、それをよく考えてね、どこから打つように。我々のように下手なもんはですね、難しいとこから打ったらもう一つ難しい。やっぱりこういい場所から打ちたいもんですね。ですから一つわざわざ代償を払って謝るわけだから、場所へ落として次にかけるということをしたいもんですね。
取らない、そういうことが大事かなというふうに思います。次回もぜひ見てください。さよなら。